このビデオではプランナーパッケージのコンテンツ、納品するアイテムについてお話をしたいと思います。プランナーというのはですね、計画表っていうんですかね、さまざまなインターネットマーケティング、商品開発、日々の活動ですね、こういったものをですね、オンラインベースというかコンピューター上で管理している方も多いですし、全く管理してないと、頭の中に入ってるよというふうにして行っている方もいらっしゃるんですけれども、やはりですね、私が提唱するものはですね、紙ベースなんですね。印刷してそこに手書きをしていくということで、よりですね、良い結果が出るというふうに考えております。2019年をキックスタートするためにですね、あるといいなと思う7つのですね、プランナーをご用意しました。ワードファイルで、提供しますので、これをですね、印刷して、中に手書き等で書き込みをしていただけたらと。必ず、バインダー A4 のバインダーで、印刷して閉じていくというふうにしていただきたいなと。一つずつですね、どんなものが入っているかお見せしたいと思います。コンテンツ作成プランニングですね、プランナーです。このようにですね、さまざまなですね、書き込みスペースがあります。現在ですね、納品時は英語になっておりますけれども、これはですね、段階的に日本語化しますので、最終的には日本語バージョンも納品をさせていただきます。これがですね、コンテンツ作成のプランナーになります。2番目です。これはデイリーコンテンツプランナーですね。先ほどのプランナーは対極的に全、コンテンツを作成する計画の書になりますけれども、こちらはですね、それを実現するために日々何をするのかといったプランナーになってきます。はい、3番目はですね、ゴールフォーカス、トゥードゥーリストですね。ゴールを常に意識しながら何をすべきかというプランナーになります。そしてこちら、ゴール設定のワークシートになります。冒頭申し上げた通り、こちらも英語になっておりますけれども、日本語に、のバージョンを後ほどご提供させていただきます。そして5番目なんですけれども、これはオーソドックスにマンスリーの、カレンダーになります。1年分入っております。そして6番目、商品のプロモーションのプランナーになってきます。こんな具合に書き込みスペース等があります。そして最後なんですけれども、年間カレンダーになります。こんな具合ですね、1年分を俯瞰することができます。このようにですね、マーケターが作ったプランナーのパッケージになってくるんですけれども、私もですね、2019年からはですね、このプランナーのセットを重用していこうと思っております。またですね、今後ビジネスを推進する中、作業を推進する中でですね、これがあったらいいなというようなプランナーも無料アップグレードということで、来年いっぱいですね、追加をさせていただきます。ぜひですね、この機会にあなたもですね、紙ベースでのプランナーの導入を検討してください。ありがとうございました。